どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはキーロックパズルアクションワールド。ポラロイドカメラを用いてパズルを解き、先に進んでいく謎解きワールドです。ワールドに入ると近くのパネルには遊び方などのプレイガイドがあります。ルールを把握したら近くに落ちている写真をパネルに近づけて扉を開き先に進みましょう。暗闇を少し進み、全員が部屋へと転送されたらゲームスタートとなります。ポラロイドカメラを用いてパズルを解き、先に進んでいく謎解きワールドです。ポラロイドカメラをユーズして持ち、表示されている暗号のようなものを取りましょう。撮った写真を色に対応したパネルに掲げることで扉が開き、先に進めるようになります。撮った写真はコルクボードに置くことで、複数枚持ち運びができるようになっています。また要所要所で写真の撮る上限を増やすカートリッジがあります。見かけたらカメラに挿入しておきましょう。道中、カメラの機能を拡張させるカートリッジもあります。撮った写真のところにワープできるものだったり、フレンドを写真の中に入れる機能だったりします。このカメラの機能を使って謎を解いていく部分もあります。うまく使いこなしていきましょう。こんな感じでカメラの機能を使い、写真を撮って先に進んでいくワールドです。一見複雑そうな仕組みに見えますが、謎自体は簡単なので直感で解いていくことができます。プレイ時間は30分から45分ほどです。そして一人では解けないので二人以上が必須となります。人数が多ければ多いほど簡単になっていきます。フレンドをたくさん連れていくのもいいでしょう。そんな感じで写真を撮って先に進むパズルワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。